時代に通っていた街をバーチャル散歩。わー、懐かしいな。母校に当時をよく知る恩師が登場。木村カエラの人生を変えたと中学生に喋ってますよ、私が自慢げに。さらに甘酸っぱい初恋の記憶が蘇る。けどその子と付き合ったんですよ、もうちょっと長くみたいな、ね、キュンキュンする、かわいい。恋愛体質女子興奮。さらにお願いします。バカリズムがセクシーゾーンの特技をジャッジ。これはどうなんですか。これダメですね。結構辛口です。月島という町、私がですね中学生の時に、月島の中学に通ってたんですよ。そうなんです。もんじゃがすごい有名で、なんか楽しかったなとかもあるし、こうなんか歌が好きになるきっかけになった中学生の時代もあるので、いろいろと思い出が、初恋とかね、さあ、そんな歌と恋に目覚めた街月島ですが、すごいな。歌と恋の街月島。すごいな。途中でゆかりの人物にも登場していただきますので、一体どなたなのかその辺、はい、注目しておいてください。それではバーチャル散歩スタート。はい、今これはね、私の中学校です。ええ、これも中学校？あんなシャレた中学校？そう、これ佃中学校っていう中学校で、わあ懐かしいな。すごい。ちょっと入っていいんですよね。入ってみてもらってもいいですか？そうです、そこ入り口です。マンションみたい。わあ懐かしい。大変だよ。あ、下駄箱だ。ですよ。まず校舎入ったら下駄箱脱いで、生徒は左側の階段から登るんですよ。で、右側の先生が登るものって言われるよね。左に階段あると思うんですけど、左行きましょう。綺麗ですよ。あった。登ってください、登ってください。全然変わってないですね。わー、怖い。そうです、私の中学生。歩いてたんだ。歩いてました。もう大変ですね、これ。楽しんでもらえて。2階は、まあ、職員室とかだったと思うんで、3階に上がってみてください。あ、3階着きました。あ、絵が変わってない、昔と。あれ、あの女の人か。あの女の人で細長ってことですよ。有名な人なのかな、この人細長いなっていつも思ってた。左に行ってください。左、私ね C 組なんで、本当にそこの入り口入ったところだと思います。C 組、金八先生。金八先生、C だ、C3C 下に C 組で4丁目って何でしょう。ここ入ってみてください。ここだ、教室。わー、私の教室とか言って、カヤさんの教室。次どこですか？あそこ座ってましたね。窓際から右から2列目の後ろから2番目。ちょっとカヤさん座ってみてもらっていいですか？本当に中だ。景色を、ね、見てた景色を。すごい綺麗ですね。なんかもっと汚い、汚いっていうか。おお。いいなこの感じ。当時の安原さんの写真があるそうです。こちら。
三角コーナーっていう場所で、三角コーナー、あの角で、あの角で撮った写真です。たまりたくなる、そう、なりそうな、ね、どんな思い出が三角コーナーね、まあ、その当時タレパンダがすごい流行ってたんですけど、懐かしくないですか。そのいかにそのタレパンダっていう、まあ、要は垂れ下がったパンダなんだけど、そのいかにこの三角コーナーでタレパンダになれるかっていう、ちょうどこうね、6回からでもあるんですね。そういう、なんかもう、誰が一番タレパンダになれるかみたいなことをここにずっとやって話してるみたいな。そう、この、あの、これちなみに3人写ってて、後ろに、一番後ろにメガネだけ写ってるのが生徒会長なんですけど、そう、仲良し3人組だった。今でも仲良しで、あの、この間も会ったばっかりなんですけど、あの時楽しかったよねとか、すごい話してます。そんな仲良しの友達が来ているのでしょうか、うんうん、はい、え、果たして来てくれたのか。30秒秘話が明かされる。